どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。そうか、ああ、おう、おう、ああ、うん、また。お。なあ、わかった。ありがとうよ。なあ、
なあ。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。行ってきます、おやさん。おやさんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川は茜さんが生きてることも、お前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は二人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎。それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやさん。どうしたナンシー。こいつは俺の相棒でザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたらすっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ、ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。足立さんとかに頼んで。ん？嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー干上がるかもしれねえし。ったく、分かったよ、相棒だもんな。おめえも一緒にハワイ行くか。よしよし、騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。
どう？なんだこいつ？変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか？いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おうよ。お披露目いたします。頑張りますか。決殺。まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だな、ここは。ほう、コウモリ男か。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな、春日。感謝するぞ。お？久しぶりだな。あんたは誰だっけ？ズコー！俺だよ俺、ドクター森笠、通称スジモン博士だよ。冗談だよ、覚えてるって。久しぶりだな、スジモン博士。スジモン博士？カスガの知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそ、まあいいや。この人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだ。その通り。ちなみにスジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋もん、筋もん。ははあ。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋もんと呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。すべてはこの世界の平和のために。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、スジモンデータ収集は相変わらず続けてくれているのか？で、怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうね。スマホ貸してみろ。な、ちょっと。おい、お前、俺のスジモン図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。
どくせえな。頼むよ、この町の平和のためなんだからな。あ、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか？ああ使えるが、お前ハワイ行くのか？なんでまたバケーションか？いや、ちょっとやることがあってな。ハワイって言ったら辻門のメッカと言われてる場所だぞ。え、そうなの？おお、最高の南国リゾートだが、裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類の辻門が山ほどいるはずだ。それに辻門たちを使ったとある大会も開催されている。とある大会？まあそれはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでも辻門データ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞ辻門マスター。アゲイ。わかったよ。それじゃあな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。よう、一番。お前身軽すぎねえか。ハワイだぞ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか？足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかし、ホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに、偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね、ありがとな、アデチさん、ナンバ。そんじゃ、行ってくるわ。気をつけていけよ。やっぱハワイの日の出は一味違うな。On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. いたたた、すいません、大丈夫ですか？すいません、ちょっと失礼します。ちょっといいかい？こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで
ほら。助かりましたお客様、ありがとうございます。いや、出過ぎた真似しちまったね。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ昔車椅子のダチがいたもんだよ。ああ、それでですか。あんたは観光かい？そうですね、ええ。そっか、お互い楽しめるといいな。じゃあそちらこそ、ボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。おう、ボンボヤージュ。よ、おう、悪かったな。アロハ。アロハ。あのこれなんだけどよ。ん？日本語話せるかい？お、読めた。日本から来たの？大丈夫だよ、さあ乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか、ようこそハワイ、楽しんでってよ。お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ、本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。
南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で、母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ俺と一緒だな。そうなの？ああ、俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。な？ああ。もう着くのか？日本で調べたときはもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。モリナ。いやー、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。撃つってのか？あんたが俺を？当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだい。あ？確かにアメリカは銃社会って言うよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃ分かる。多分あんたも経験すりゃ分かる。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。な、舐めやがって。いい気になってんじゃねえぞ、この野郎。ありがね、全部置いてきな。さっさと始めようぜ。俺の番だ。押し抜け野郎が。ガツンと行くぜ。食らいやがれ。よし、やるぜ。受けてみな。潰れちまい。ここだ。仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒
返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。なんだ、自首でもするつもりか。捕まるのはお前だ。はあ、おい、あ、それは茜さんの、てめえ、吐き出せ、吐き出せって、おっ。何の話ですかね、タクシー強盗さん。なんだと？Officer, help! I'm being robbed. This hoodlum wanted money, and he pointed a gun right at me. おいおい、まんまとそいつの言うこと真に受けてません？ Alright, alright, smart guy. Put your hands in the air and turn around. わかった。ちょっと待ってくれ。Get on your knees, right now. 今説明する。おら、ハワイに着いたばっかだ。強盗じゃねえって。Yeah, arrest that scumbag. I'm pissing myself over here. くそ、なんで俺が。ざまあ見やがれってんだ。Hold on, officer. ん？That man is not safe. ボンボヤージの兄ちゃん。 Who you should be arresting is the driver. He is real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing. Hey, freeze!いや、助かったぜ。危うくハワイに来た途端、豚箱行くとこだった。本当、災難でしたね。私も驚きました。でも、兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たとこで、ヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたから。ヤバいタクシーって見ただけでわかるもんなのか。実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです、観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな、おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ、やべえぞ、封筒に住所が書いてあったのに。封筒って、もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？お、おう。他にアドレスを控えたりは？いや、まさかあんな大事なもんなくすと思ってねえからよ。そうですか。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら。ん？もしかすると、なんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん、これも何かのご縁です。ただ PC での作業が必要で、一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。オンに切るぜ、エイちゃん。エイちゃん？エイジだろ。だからエイちゃんよ。あ、ちょいと慣れ慣れしかったか。いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ行きましょうか。
そうだ、春日さん、お腹空いてません？ああ、そういや、こっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきたわ。でしたら、ちょっと食べていきませんか？私も食事がまだだったので。あ、いいね。ハワイの飯か。楽しみだぜ。前によく行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。春日さんは苦手なものとかないですか？どんなんでもウェルカムだよ。お前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる。安心しました。おう、 A ちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。ただあんまり高いとこだとちょっと懐具合がよ。ご心配なく、ごく庶民的な店ですよ。それよかった。旅行ってのはいいよな。こういう新しい出会いがある。いきなり出くわしたのが強盗でなきゃもっとよかったけどよ。ですよね。でも本当に滅多にあることじゃないんです。そういや、あの強盗どうなったかな。警察に撃ち殺されたりしてねえか。あんな奴のこと心配するんですか？いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。すごいですね、春日さんは。なかなか言えませんよ、銃を向けてきた相手にそんな言葉。そうかい？ハワイの解放感でおおらかな気持ちになってんのかもな。春日さんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべます？そうだな、ロコモコだっけか。あれは聞いたことあるな。ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルくらいある魚で。おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったらいい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか？どうかな、まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだい。あ、そうなんですか。じゃあお仕事で？いや、仕事でもなくてさ。え？ここまで来たら行っちまうけどよ、俺が赤ん坊の頃行き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ、その人に会いに来たんだい。行き別れ？嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんの？そうなんだよ。まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか？エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ。春日さん、じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。頼りにしてるぜ。ありがとうよ。
そうです。そうか。え？え？任せとけ。わかりました。
悪かったな。おう。なあ。いえ。わかりました。わかった。
へえ。そうか。What? Ho. のチャンスです。ぶちかま。受けてみろ。大丈夫ですか？ありがとよ。Nice!
My bad. そうか。あの、いいぜ。